僕のところには妖精が来ないんだ。35歳なのね、君。親父はいい年越えて目を覚ませって言うけれど、そりゃそうだろうね。では、よろしく。幸せのお面屋のお面ってさ、なんかつけたらそれに化けれるというか、なんかね、同じその、なんとか族みたいな、の目をごまかせるんよね。ここに進んだんでいいんかな。あ、開いた。最初の朝、あと72時間。おぉ。クロックタウン南。いやー、いいな。コッコの声が。あれよね、掴んで飛べるんよね、あれ。あー、びっくりした。あの時のお面屋だったんだ。いや、こっちの話よ。あ、そっか、あいつの仲間やったんやもんね。知っとるか、撮った時のことも。しかし、3日だなんて、一睡もしなくても72時間しかないじゃない。勝手なこと言うわね。そっか、睡眠時間があるよね。そのリアルなことを考えると。さあ、ボサーっとしてないで、大妖精様に会いに行くわよ。だってあんた、スタルキッドに会いたいんでしょ。大妖精様はスタルキッドの行動ぐらい全てお見通しなんだから。ここだけの話、あいつ大妖精様には頭が上がらないの。へえ、なんで。妖精じゃないやろ、あいつ。町の北門の近くにある祠に行って、大妖精様はその中にいらっしゃるわ。ふんふん。てか、外に出てきたのに、まだ一緒におるんやね、君。あ、かわいい。話せなかった。痛い！なんで？攻撃されたんですけど。私、攻撃した。え、めっちゃ攻撃されるよ。怖っ。こんな格好してるから？じゃあ多分、今の状態で人に話しかけられたらビビられるんかな。バイトくん、上ばかり見てんじゃないぞ。おめえもだよ。こっち見ろや。ねえねえ。ねってば。しょ、今夜も徹夜か。完成すんのかな、あれ。え、私の姿見えてます？確実に今、あ、なに？確実に今独り言やったよね。ねえ、町の北門の近くにある大妖精様の祠に行かないの？ほらほら、ぼーっとしないで。もう残り3日もないのよ。待って、北門どこだよ。ねえ、地図は？めちゃくちゃ追いかけられるんですけど。やめてよ、こっち？私、町の名前とかあんま覚えてないよな。クロックタウンって前も出てきたっけ？クロックタウン東。なんかこの兄弟見覚えある気がするな。おじさんたち、弾をふわふわする練習しているの。あら、あなたもふわふわしてほしいの？いやーね、あなたほっぺが赤くなってるわよ。あら、恥ずかしいのね。おじさん、胸毛でゾリゾリしたくなっちゃうわ。やめて。怖いよー。あ、こっちに来たらもう犬はいなくなるのね。君は同じ目線だね。なんだお前、テクナッツのくせに変な帽子かぶりやがって。お前、町に遊びに来たのか？でもお前なんか誰も相手にしてくれないだろう。大人はカーニバルの準備で大忙し。カーニバル？子供の相手をしてくれるのは町の外の天文台にいる天文学者のじいちゃんぐらいさ。天文台には俺たちボンバーズのアジトがあって、町から秘密のルートを通っていくんだ。あ、今のはタウン北にいるジムには内緒だぜ。子供ってあれよね、今のは内緒やけんねって言ったら内緒になると思っとんよね。ねえ、どこなの町の北も。うわ、めちゃくちゃめっちゃガードされとんやけど。ねえ。え、でも普通さ、このモンスターが外に出ていこうとしたら外に出すんじゃないん？街の中におる方が問題じゃね？これ、デクナッツの僕、待ちなさい。デクナッツの僕。まあ、子供ってことは分かっとんやね。この先の谷に何か用かい？街の外は物騒だから、君のような子供を一人で外に出すわけにはいかないな。え、嬉しいね。あの、モンスターでも子供のことは守ってくれるわけ？武器でも装備できる年になるまでは大人と一緒じゃなければ通せないよ。普通に優しいおじさんだった、ありがとう。私どこから来たんだ、ここか。ここは建物よね。ね、マジ北どこ。今これ東って言ったよね、クロックタウン東。なんかめっちゃ呼んでる。ここを通りたかったら暗号を言うでしゅ。暗号知らねえ。ブー、違うでしゅ。暗号を知らない奴は通したらダメって事務所に言われているでしょ。暗号は仲間でなければ教えてもらえないでしょ。仲間に入りたかったらタウン北にいる事務所に言うでしょ。タウン北のジム、ジムってさっき言った子かな。ここはどこ？
クロックタウン、あ、来た、ここや。イエーイ。これなんか悪いやつかな？違う？なんか動いてないこれ。ねえ、これ何？ボスとか？めっちゃ動くやん、君。ねえ、話してよ。はい、めっちゃなんか、めっちゃ無視されたんだけど。これ何もできないの？調べれないのか？それとも正面からじゃないと。あ、正面からってことか？いらっしゃいませ。ガッピー。スタートを押して画面を出してアイテムを選択し、Cボタンで使ってみよう。ご利用ありがとう、ガッピー。ヒントを教えてくれるってこと？遊び方みたいな。なんかチンクルみたいなのおった。緑の服、白い妖精。お主もしかしてもしかすると、森の妖精さんでは。なんと。僕、チンクルやった。僕の名前はチンクル。お主と同じ森の妖精だと思うんだが、35歳になった今でも僕のところには妖精が来ないんだ。35歳なのね、君。親父はいい年越えて目を覚ませって言うけれど、そりゃそうだろうね。絶対にチンクルは妖精の生まれ変わりさ。今はこうやって親父の手伝いでマップを売りながら妖精さんを待っているのさ。あ、マップ？でもお金持ってないわ。いいなあ、いいなあ。ねえねえ、友達になってよ。あ、じゃ、その代わりマップくれる？そうだ、その代わり友情の印にマップ、安くか、今ルピーゼロなんだよね、私。友情の印にマップを安く売ってあげるよ。チンクルの書いたマップ買う？ないんだよなあ。あ、それぞれで地図買わんといかんのや。ねえわ。ウッドホールってどこやろ？あ、そう。じゃあまた呼んでね。チンクル、チンクル、クルリンパ。これはチンクルが考えた魔法の呪文。真似するなよ。しねえよ。本当にチンクルだったわ。君か、ジム。なんだよ、ちびすけ。俺は今、吹き矢の練習で忙しいんだ。風船も割れねえくせして、このジム様の邪魔すんな。しっし。じゃあ、吹き矢を貸せよ。あれなんか、あ、そっか。でもあれか、飛ばんといかんのやっけ？どっかから飛べばいけるか。あ、ねえ、あそこに、ハートあるやん。増やせるんじゃね？うわぁ！滑り台か、これは。違うんだよ、遊びたいんじゃないんだ。上に上がりたいんだけど。くっそ、上がれねえ。階段みたいなのもついてないんか。うわ。あ、ルピー。やったー。ねえ、めちゃくちゃ画面気持ち悪いんやけど。動かしづれーなー。あ、消えないで。あ、5ルピーゲットしたよ。ねえ、クロックタウンの地図ちょうだい。あ、お主。こんにちは、妖精さん。チンクルの書いたマップ買う？買います、クロックタウン。イエーイ。え、次は40ルピー？クロックタウンマップをもらった。これで街のことがよくわかる。赤い矢印は入ってきた場所。黄色い矢印は現在地。じゃあまた呼んでね。チンクル、チンクル、クルリンパ。チンクルってなんだ、昔からいるのか？え、時のオカルナにもおったっけ？全然記憶にないけど。でもこういうところで多分人気が出て、チンクルのゲームができたってことやろ、きっと。これこのまんま行って割れんかな。まあでもあれで飛び寄る間に、あっちの方がいいんかな。あっちの方が高いよね。え、いけんかった。いけんかった。あれで飛び寄る間に、飛ばせばいいんよね。ただ、どうやって飛ばすんかが全くわからんのだけど、何で飛ばすんやろう。ま、あ、こっちか。ちょっと待って。あ、違う違う。あ、違う違う違う。何で飛ばすんやろ、全くわからんねんけど、B か ?B ボタンかな。さっき A で降りたんよね。色的に B ボタンっぽいけど。いけー。あー、下に落とすだけか。じゃあ絶対違うやん。
無理だ。なにめっちゃガードされる、ここでも。これ、デクナッツの僕待ちなさい。この先の山に何か用かい？町の外は物騒だから、君のような子供を一人で外に出すわけにはいかないな。武器でも装備できる年になるまでは、大人と一緒にやらなければ通せないよ。出られない。やっぱあれか？なんか、やっぱり、ここで、あれを壊して、あれを壊して、秘密の出口みたいなの通らんといかんのかな？こっちか？あ、妖精の泉あるやん、ここに。ここのこと？あ、大妖精様が。大妖精様バラバラになっとるよ。ジャンプできんのか。若者よ、私の願いを聞いてください。仮面をつけたスタルキッドにバラバラにされてしまいました。街ではぐれてる妖精を一人捕まえて、この妖精の泉に連れてきてください。え、逆らえんのじゃなかったん？バラバラにされとるやん。なるほど。気持ち悪いよ。いや、可愛いんやけど、大量におったらめっちゃ、どこ？あっちか。はぐれ妖精一匹捕まえんといかん。なんか時計なりよるよ。あ、時間が経過しやんか。やべえな。え、待って。こんな地図でわからんねえけど。最初の夜、あと60時間。そっか、時間経過するんやっけ。まあ、そうよね。だって、何あれ。蝶々皇帝。じゃなくって、はぐれ妖精探してんだ、今。あ、おるやん、おるやん、あそこ。イェーイ、おったぜー。どうやって話しかけるのあれ。ねえ、あれ。ここからジャンプってことかな。え、あれめっちゃ、時間経つの早くないあれ。下のやつってことやろ？いや、太陽動くスピード速えって、マジで。え、なに？はい。間違えた。間違えた。どれや、これか。ストレキッドのやつ調子に乗って、許せないわ。早く街にいるはぐれた妖精を探して、大妖精様を元の姿に戻さなきゃ。ほらほら、ぼーっとしないで。もう残り3日もないのよ。頑張りますよ。お。これで捕まえれる？待って、どうやればいい？マジで。いや、マジでさ。マジでさ、何もできないんですけど。いらっしゃいませ。会員証を見せてください。持ってないです。鍋釜亭、チェックインは朝8時から。ちょーい。今0時だよ。この辺。なんか、あそこまで行けるかな。上に上がれそうなところがある。あ。この辺も上がれるけど。あ、入れた。鍋かまって入れたやん、上から。何かあるかな。アイテムとかあったりしない？ちょっと少しは手加減してよ、意地悪ね。あ、いたのか。ダメよ、赤。甘えん坊さんね。次は私の番よ。いやね、でも強引な青も素敵。朝までまだあるわ。いい赤、今夜は寝かさないわよ。めっちゃでかいな、マーク。違うす。ねえ、虫いた、虫。多分、ああいう虫もなんかできたはずないよね。何ができたんかは覚えてないけど。こういうとこアイテムありそうじゃない？向こう向きたい。こういう虫って何がどうできたんやろ。わからん。多分、捕まえて、瓶に閉じ込めれたんかな？売れたんか？あれは。あ、そういう開け方なんね。かわいい。他人の部屋を覗くなんてあんた最低ね。え？
従業員室、関係者以外立ち入り禁止。だって。え？何の音？なんかめっちゃ音聞こえん？え、怖い怖い怖い。え？あの時計の音か？あんな音聞こえてくるの怖すぎるんやけど。やだわー。ここ開く。誰？おばあさん？親とおたす、遅かったね。明日も早いからもうお休み。お話は明日読んであげるからね。誰？誰ですか？いや、いきなり入ってきといてあれだけども。なに？怖っ。え？なに？カッカッカッ、紙くれ。めっちゃビビったんやけど今。スタートを押して画面を出してアイテムを選択し、Cボタンで使ってみよう。紙？紙ってこれ？紙ってこれだよね。スタートを押して、画面を出して、でもアイテムあれしかないんすよね、私。この紙取ってあげたいけど、取れないんだよな。え、紙？他のところにあるんか？カウンターの中。また虫。めっちゃ虫湧いとるやん、ここ。魚。多分こういう魚も捕まえれたはず。割れる？割れはしない。ビビるんだが、やめてくれ。ないんだよな、紙が。ごめんね。てか何なのそこ、トイレなの？近すぎない？近いってことじゃないよ。地下ってことね。あと48時間？いや、早いって。確実に無理なんやけど。普通に確実に無理なんやけど。え、待って、マジで。え、てか、妖精は夜じゃないと飛んでないの？え？飛んでないよね。それか場所移動するとかそういうことでもない。今6時か。え、何時からやっけ？ 8 時やった？あ、入れたわ。6時から。町の射的場。なんもなくない？なんだ、妖精連れて入ってくるから。またあのいたずら坊主が来たかと思ったぜ。有名なんだね、スタルキッド。悪いけどここは弓がねえと遊べねえよ。待ってー。うわ、めっちゃ雨降りよるやん。多分、なんかまたあの草むらとか、ね、草買って、お金稼いで、なんか、弓とかゲットせんといかんのやねん。こっからもどっか飛べる。ちょっとちょっと困るっぴ。あれ。なるほどね。生活にデクナッツは普通に根付いてるんですね、ここは。なになに？ここはわしの土地だっぴ。留守の間に勝手に使わないでほしいっぴ。ああ、ごめんなさい。町のカーニバルが始まる前に持ってきた商品がほとんど売れてしまったから、わし、店を閉めて母ちゃんに土産でも買って、里に帰ろうと思っているっぴ。なんでもこの世界で一番輝く、月の涙とかいう石があるって聞いたっぴ。そいつを持ってたら譲ってほしいっぴ。いやー、全然ないっすね。そしたらこの場所をデクバナもつけて譲るっぴ。スタート、画面ね。うん。持ってないっぴ？お前も同じデクナッツなら、デクバナがあるとどれだけ便利か知ってるっぴ。早くしないと、他のデクナッツに譲っちまうっぴ。早いもん勝ちだっぴ。え、花がないと飛べないの？全然わかんないんだけど。あれ？あ、ここか。なるほどね。なんだろうな。万全の保証。あなたの財産を必ず守ります。クロックタウン銀行。人いねえな。あっち向いただけでデクナッツ出てくるんやけど。めちゃくちゃ警戒されている。
ほら、ほら、逃げねえぞ。親方についていくんだ。おめえら腰抜けとは違うんだよ。誰に話してんだ？てかマジでさ、何なんだ？何をすればいいんだ？どこに行けばいいんだよ。クロックタウン南。あ、あれ取れるんじゃない？取れんか。くっそ、上がれねえ。やっぱ人間体じゃないと無理なんかな。ジャンプしていくの。あの妖精どうやって捕まえるんやろうな。全然捕まえれんねえけど、マジで。ん？なんだ？てか結構街広いよね。だいぶ広いよね。この辺はお店かな。ただいま手紙集配中。しばらくお待ちください。あ、あのなんかせっせせっせと働きよった。剣道場。絶対関係ない気がする。ここは剣を習うところじゃ、遊ぶところじゃないぞ。すいません、遊びに来たわけではなかったんだけども。遊びに来たと思われたのね。天文台に行ける秘密のルート？お前なんでそんなこと知ってるんだ？あそこはジムと俺たちだけが知っている秘密の足となのに、なんか雨強くなった。ここもめちゃくちゃガードされてる。で、ここも入ってないんだな。宝くじ屋。どっこもかしこもさ、誰がいるの？お客さん10ルピーで夢買わない？好きな3桁の数字を入れて当たれば賞金50ルピー。今なら先着1名様のみ。ってみんなに言いよんやろ？買わないです。お金ないんで。残念。今がチャンスなのに。ま、おお、いたいた。帰ってきた。ポストハウス。めっちゃせわしく動きよるよね。え、寝た？寝たの？困ったのだ。実に困ったのだ。ポストに手紙が一通も投函されていなかったのだ。午後から一体何をしたらいいのか、誰か教えてほしいのだ。てかね、走って帰ってきてさ、あの服を抜いてベッドに転がるスピードがめちゃくちゃ速くないっすかね。これやろ、さっき着とったやつ。どんなスピードで。てか、ここに住んでるんすね。え、マジさ、いろんなとこ行ってみようんやけど、全然わからないんだよね。何これ。あ、これなんかあったね。ヒントやないん、これ。聖なる剣を持つ者は我と出会いし証を残せ。これあれをね、切り刻めばいいんよね。切り刻むっていうか切りつければいいんよね、あれを。マジでどこに行けばいいんだよ。ここは次の日の夜、あと36時間。ねえ、何もできないまま時間が過ぎていくんだけど。ハニーとダーリンの店。何ができるの？お客さんのようだよ、ハニー。お客さんかしら、ダーリン。どうする、ハニー。見たところ爆弾は扱えないみたいなんだけど。あら、それじゃあ遊べないわね、ダーリン。イチャイチャしすぎかよ。しかも店のど真ん中。爆弾屋さんなの？いや、びっくりした。やめてよ。ミルクバー。ミルクバー、かわいい。お酒じゃないんや。あ！坊主、ここは大人の来る場所だよ。大人になったらまたおいで。あ、まあ、あれか。え、なに？牛柄のズボン履いとる、かわいい。いや、なんかさ、まあでもあれか。今、一人一人違う顔なわけじゃないもんね、キャラクター。なんかあの牧場系しよったおじさん、あんな顔じゃなかったっけ。あの時のオカリナで。で、まああのミルクバーやけん、そのつながりでね、出させてくれ。ここはクロックタウン東。あ、
現れたよ。あれマジでどうやって、どうやってなんかどっか屋根の上からとかなんかな、いける？屋根の上とか上がれる？いや上がれねえぞ。この辺とかから飛べないか。罹患ボンバーズ頼り。罹患？期間？特集団員手帳のおさらい。これで君もマスターだ。悩める人を探し話をしよう。手帳には悩める人の記録がスケジュール表になって囲まれるぞ。サブクエってこと？縦が人物、横が時間。青いバーは悩みを聞ける時間帯。その時間何かが起こってる。あ、え、何？聞く前にわかるの？約束やお使いをするとびっくりマークがつくぞ。約束の内容を確かめよう。失敗してももう一度団員手帳を開いて悩みを確かめ、めげずに再チャレンジだ。悩みを解決してお礼をもらったら、バーの上に書き込もう。その人の悩みをすべて解決したら、幸せ勲章シールが貼られるぞ。すべての人を幸せにしよう。次号予定、時のカーニバル日誌。秘密のルートの話を俺から聞いた、あ、君か。君なのか。いや、この辺別に飛び降りれる場所とかないな。え、てかあれ、なんなんやろ、捕まえるみたいな。あの、ボタン操作も出るんかな。何か出るんだろうか。それ、え、普通に捕まえれたやん。私の願いを聞いてください。仮面をつけたサルキッドにバラバラにされてしまいました。どうか私をクロックタウン北の妖精の泉に戻してください。普通に位置が合ってなかったってことか。え、クロックタウン北ね。